レディオスマイル、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 宮野守のレディオスマイル、宮野守のレディオスマイル。さあ、今週も皆さんのお便りをどんどん紹介したいと思います。ほっこり行きましょう。お手紙でくださいました。わあ、かわいい。チッパンデールだ、チッパンデール。チッパンデールだ。さあ、ということで。マモラジネーム、ちゃん付け希望さゆちゃんからいただきました。ありがとうございます。マモちゃん、マモヤッホーイ。新しいね。ちょっとマモちゃんに聞いてもらいたいことがあるんです。なんだろう。今月で5歳になった甥っ子、かっこ、かずきが、少し前から、って言うんです。これはまずいですね。って言うんです。私は心の中で、え、今舌打ちされた?と思いながらも、勘違いかなと気にしていなかったんですが、また別な日にも、と言われ、考えてみれば、私がいる時によく、って言うので、私に対して何か気に入らないのかと思いながらよく聞いたら、の前にブツブツ言っていたので、本人に何て言ってるの?と聞いたら、キスミー。どうやら舌打ちではなく、キスミーちゅーと言っていたみたいです。もう一個は社員がお気に入りのようです。子供ながらマモちゃんのセクシーさがわかるみたいです。だって。かわゆすぎる。5歳ながらにキスミーをしていたんです。いいですね。楽しみですね、この先がね。どんな男の子に成長するのか。話は変わりますが、ハウクロス岩の MV 見ました。言葉にするのが難しくうまいことが言えませんが、フルで聞いて自然と涙を流してしまいました。と、ありがとうございます。お手紙でくださいました。さゆちゃん。ありがとうございます。ほっこりね、もう一枚ね、実はね、行きたいんですが、まあ、読んでみましょう。こういうことですよ。ラジスマネームみーちゃんからいただきました。マモちゃん、マモ版は、マモ版は聞いてください。私の弟かっこ4歳が可愛いんです。先日の夜、弟と一緒にアメージングの DVD を見ていたのですが、次の日の朝、事件は起きました。寝起きが悪い私は切れながら朝食を食べていたのですが、いや、切れながら朝食食うなよ、まず。そこに引っかかっちゃった。美味しいみたいな。眠い。突然、姉ちゃん見ててと言い、私の前で仁王立ちしてきたのです。弟がね、んだよ、うるさいな、なんて思いながら見ていたら、寝起き悪いな。みーちゃん、切れないであげて、そんなに朝食食べながら、うるせえな、なんて思いながら見ていたら、すごい笑顔で、ハト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 、カタ、カタ、前、おねない、おねないと言って踊り出したのです。これはやばい。おねないだって。これはやばい。これって、もしかして、昨日私がニヤニヤしながら見ていたマシュマロラブの振り付けじゃないかー。オージーザスだって。なんて可愛いんだ。まだ完璧に言葉が話せない弟が必死に歌いながら踊っているんです。可愛い、すごく可愛い。振り付けは一回しか見ていないのに完璧に覚えている弟の記憶力良さにびっくりしながらもとてもほっこりしました。って、すごい、一回しか見てないのにこんなに完璧に歌いながら踊れるって、柴田さんよりすごいよ。カタカタ前できてなかったか、さっきね、柴田さん。覚えてる?ダメですね。それラジオ体操ですね。いやー、かわいい。ほっこりさせていただきました。さあ、そんな中、たくさんね、メールをいただいたので、読んでいきたいと思いますよ。MV の感想、マモラジネーム、呼び捨て希望、春からいただきました。ありがとうございます。マモ、こんばんは、こんばんは。ハークロスユアの MV 見ました。リフレインの MV を思い出すような MV でした。なるほど。見ている間、涙が止まりませんでした。
何回見ても泣いてしまいます。ありがとうございます。魔物歌っている時の表情が切なくて泣いている気がしました。そこが特に感動しましたと。魔物とダンサーの女性の仕草がリンクする場面が素敵でした。それでも希望が見える感じがしました。どんなに離れていても君は僕のそばにあるというメッセージがぴったりだと思いました。 CJ さんがこの曲聴いた女の子はみんな泣いちゃうねと言っていた言葉を思い出しました。本当に素敵な曲をありがとう。ハウクロスイヤーが大好きです。ありがとうございます。いや CJ さんね、言っていた通りだと思います。僕もでもその希望が見える感じがしましたっていうのが嬉しいね。確かにすごく悲しく歌っているわけではないというか、辛いまま終わるわけではない。その、どこかね、その思い馳せている部分はね、残っているので、そういうところを組んでいただいたのはすごく嬉しいですね。ラジスマネーム、呼び捨て希望、リコからいただきました。ハウクロス今見ました。今回 MV の情報はあまりないまま公開されたので、どうなるんだろうと少しドキドキしながら公開日にしっかり視聴しましたと。なんということでしょう。マモの表情、仕草、バレエダンサーさんのパフォーマンス、朽ち果てたような世界、すべてが切なくて苦しくてたまりません。マモが顔を歪め泣きそうになっているところでは、あー泣かないでと思いながら私が泣いてしまいました。別の場所にいる二人の動きや手がスーッと重なるシーンは離れていて、もうお互いを思い合っているのが感じられて、さらに切なくなりましたと。いや嬉しいね。確かにパフォーマンスは正直言うと別々だったわけじゃないですか。マモが歌った、後ほど彼女が踊ってみたいな。そこでしかも宮野の動きも、そのバレエダンサーさんの動きも、まあ、コンテンポラリーだから、その決められた振り付けがあるわけではない中、その二人の動きがリンクする瞬間が自然と発生したっていうのは僕らも驚きで。で、それを監督が拾ってああいう映像の演出にしてるっていうのは、もう非常に嬉しかったし、その監督と僕とダンサーさんの思いが一つになる瞬間、僕らにしかできない表現だったんだなっていうのが現れてるシーンなので、そこを印象的に感じてくれたのは非常に嬉しく思います。ありがとうございます。ラジオネーム、ポニーテールのリモさんからいただきました。ありがとうございます。ハーフクロスユーはちゃんと0時に見ましたよ。何ですか？何ですか？とーっても切ない宮野守は、一番最初から、うわ、これはやっべえぞ。泣くぞ。歌聴くだけでも泣けるのに、この MV でさらに泣けるぞって感じでした。私の滝の涙で全然マモちゃんが見えませんでしたと。5回目ぐらいでやっとくっきりマモちゃんを見ることができたんですが、本当に切ない。マモちゃんの演技素晴らしすぎる。パーフェクト。ありがとうございます。さすが我らの宮野守だ。マモちゃんの涙がとても綺麗なのに、私の涙は滝の涙、比べ物にならないぐらいでした。久しぶりのバラの MV だったので期待していました。期待通りだったので本当に良かったですと。ありがたいね。ねえ、いや涙してくれたんだな。嬉しいな。その見てくれる人と僕の思いも繋がった瞬間だよね。とっても嬉しいです。ラジズマネームムツミさんからいただきました。マモマモ版はここ最近はとにかくハブクロスユアって感じですね。ついに MV が解禁されて、もう最初見た時本当に泣きそうになったというか泣いちゃいましたと。ありがとうございます。秘伝的な MV になるのかなと思っていましたが、まさかママが MV の中で涙目になって本当にびっくりしました。ダンサーさんの曲をイメージしたようなダンスに、マモの歌声と切ない表情、本当にただの歌詞では絶対にできないような、まさに役者魂が伝わってきました。うわぁ嬉しい。私は一人で、MV を見ていたのですが、感情が抑えきれなくなって、別室にいた姉のところに行って、大声で、宮野守か！やばい！マモ！めっちゃやばい！泣いた！と訴えちゃいました。は？と言われました。その後一緒に MV を見たら、宮野さん、やばいな！めっちゃすごいな！と言っていました。私は最初は気づかなかったのですが、姉はハウクロスユアを聞いた瞬間、これマジックと似てないって言ってて、じわじわとマモファンになりつつあるかもです。おぉ、すごいね、姉。気づいたんだね。いや、嬉しく思います。本当にありがとう。いや、僕自身もね、びっくりしました。初めて MV で感情が込み上げて涙するっていう経験をしました。自分でも予期せぬ展開だったし、ある意味今回の MV も表現の仕方は、フロンティアとは違うけど、
まあ似てるっていうか、同じようなところは、その宮野真守がいかにあの場で、自分の表現をできるかっていうところは、自分の中にしかない表現だし、決められたものではなかったりするので、いかにその魅力的なパフォーマンスが、できるのかっていうのは、僕のその、なんていうのな、その場のパッションというか、にかかっていた部分はあると思うので、そんな中、静かな曲だし、バラードだし、ただ座って歌ってるだけだけど、だんだんこうエモーショナルになっていったりとか、その上で、その歌詞だったり、曲調だったりとか、自分が思い描くイメージだったりが、込み上げてきた瞬間に、涙が溢れるっていう経験をして、びっくりしました。で、それを取りこぼさないように監督が撮っていてくれたっていうのも嬉しいことだし、それがああいう風に、MV の中でも使われたっていうのは、今までにない表現の仕方、映像になったんじゃないかなって思いますし、今だからこそできる MV がまた作ることができました。まだ配信中ですので、ぜひね、じっくりじっくり楽しんでいただけたらなと思っております。ありがとうございます。さあ、そんな中、その How Close You Are もね、披露した番組がありまして、見てくれたんですね。皆さんありがたい。朝も早からみんな本当にありがたい。メールもね、もちろんたくさん届いたんだけど、ファンのみんなからね、こうして、今本当に手元にいっぱいあるんだけど、終わった瞬間に、放送が終わった瞬間に、僕の携帯もめちゃめちゃ鳴って、あ、みんなスッキリ見てんだなって業界の人から何からで、なんかツイッターの方でもみんなつぶやいてくれていたみたいでっていう情報が、スタッフから聞いたりとかして、あ、みんな見てくれてんだなっていうふうに思いました。そんな中、紹介したいと思います。ラジスマネーム呼び捨て希望メイカからいただきました。マモちゃん、マモ版はマモ版はスッキリご出演の感想をお伝えしたくメールさせていただきました。まず言わせてください。何でしょうか。マモちゃんは神なのですか。まあ確かに放送中に新世界の神はやりましたけど、いきなりやったけどね。その王子のような素敵な笑顔、イケメンボイス、私は死にかけました。うわ、大丈夫、生きろ。そして新曲How Close You Are本当にかっこいいです。生歌とは思えませんでした。うわー、ありがとうございます。嬉しい。気がつくと私は無意識のうちにテレビに映っているマモちゃん、いや、マモ様に合唱していました。拝んでたんだ。マモ様の美しい歌声は私の汚れ切った心を浄化してくださいました。ああ、そっか。一言じゃ言わせてください。それはよかった。ありがとう、見てくれて。ラジオネーム、ボンゴボンゴ。おー、ボンゴボンゴ。ボンゴ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 さんからいただきました。ありがとう。ももちゃん、こんばんは、こんばんは。ももちゃんが生出演したスッキリ拝見しました。ありがとう。僕は最初、出ることを知らなかったので、おー、そうか。この後、宮野真守さんが登場と聞いた瞬間に、え、マモ、マモでの、ウェップと変な咳をしながら。ウェップ大興奮していました。本番では、腰の低い入りや。加藤さんもそこいじってくれてありがたかったね。いや、もっと、もっと、いいんだよ、堂々としてて、みたいな感じでいじってくれてね。あ、嬉しかったね。甘いボイスにガチの反応される女性陣。女性のコメンテーター。犬山さんとかね、中野さんとかね。あとでね、ご挨拶したら、アニメいろいろ見てますって言ってくれて嬉しかったな。耳元で囁かれて目を閉じ、うっとりする加藤さんなどに大爆笑。そして最後は新曲How Close You Areでしっとりと締めてくれましたね。青に染まった落ち着いた空間で歌うももちゃん、とてもかっこよく朝から本当に元気をもらいました。ももちゃんありがとう。だって嬉しいね、見てくれたんだね。そしてラジスマネームキャンさんからいただきました。加藤さんがおっしゃった言葉を届ける力がすごいという言葉が本当に嬉しかったです。いや、僕も嬉しかった。いや、加藤さんやっぱすごいね。本当にいろいろ見てくれてコメントしてくれて嬉しい。宮さんの歌には言霊が宿っています。今回の新曲にも愛の言霊がちゃんと宿っていると感じました。心に届きました。って、ありがとう。そしてやっぱ生歌はいいって、あ、生はいいだって、ありがとうございます。緊張感も臨場感もたまらなく好きです。と、ありがとうございます。ラジスマネーム村村さんからいただきました。村村さんがいただきました。
おやすみからのセクシーボイスで、あの狂犬加藤さんもメス化していましたね。あれメス化っていう、あ、そっか。もうすごい絵でしたよ。でもなんだかとても誇らしかったです。もう、加藤さん羨ましすぎです。だって。あと、天の声さんとのやりとりも面白かったです。加藤さんの R 藤本さんって誰ですかに笑いました。確かに。ちょっとね、天の声さんと僕焦ってね、めっちゃ R 藤本の説明をし出すっていう。いや、ほら、ドラゴンボール芸人の、みたいな朝の番組で。あれ、メスカっていうの。いや、加藤さん、あの反応素晴らしかったですよね。嬉しかったな。いや、とっさに、ああ言ってね、やってくれたし、ガーってハグされた瞬間嬉しくて、僕もガーって抱きついちゃったんだけど、ガタイ良かった、加藤さん。でかかった、たくましかった。かんちゃんさんからいただきました。完全に加藤小泉さんが最後に加藤小泉さんに耳元で甘い声を支えた時は完全に加藤さんがメス化していましたよね。やっぱみんな思うんだね。天の声さんとの絡みを見れて嬉しかったです。天の声さんと R 藤本さんと昔ら、あ、山ちゃんと R 藤本さんと昔ラジオやっていた話が出た時に、R 藤本さんがツイッターで、こいつら俺が鍛えてやったのだと書いていました。あ、よく言うぜ。面白い。いや、嬉しいね。いや、本当にいろ反応があって嬉しく思いました。いやー、あとみんな見てんだなってことに。気づいたし、いや、めっちゃ緊張したけど、いや、あったかい番組でした。もう本当に一つ一つを拾ってくれるし、久しぶりに矢上ライトやったし。まあ、あれがひねくれた声かどうかはわかんないけど。いや、非常に、いい経験になりました。緊張したけど。生歌。自分の曲を生歌で、ね、テレビで歌うっていうのが実は初めてで。ナナさんの曲とウルトラマンの曲だからね。その前がね。それもすごい経験なんだけど。やっと自分の曲をね、生で歌ってきましたよ。はい。いや、見てくれてありがとうございました。そんな中、もうあまり時間がなくなってしまいましたが、歌プリの話をしたいななんて思っております。ナイスマネーム、鈴木さんからいただきました。鈴木さん、あ、鈴木さん。歌プリライブ初日参戦しました。ありがとうございます。すごくいろんなことが起こるライブで全部が印象的なんですけど、個人的にすごく、ああ宮野さんってなったところがあって、宮野さんが社員を歌われるときに宮野守ですって登場されたと思うんですけど、その時、あ、宮野さんは時矢さんの曲の時は時矢さんとしてステージに立ってくれているんだって、そりゃそうだろうって感じたとは思うんですけど、それがすごく嬉しかったんです。だってありがとう。宮野さんはキャラクターと一緒に生きることを大切にされているけど、なんだかそれを目の前で理解できたっていうか、時矢さんの歌の時は宮野さんが時矢さんに見えるっていうか、もうちょっと言葉にできないのでやめます。本人興奮してちょっと混乱してるようです。いや、でもありがとうございます。いや、でもそうなんですよね。社員は宮野守としてパフォーマンスして、時矢の曲は時矢としてパフォーマンスさせていただきました。あ、そうやって感じていただけて嬉しかったです。ラジオネームゆうかさんからいただきました。個人的に一番聞きたかったシークレットラバーを生で聞けて、しかも何なんですか、あの振り付けと演出、あまりのエロさに立っていられずふらついて座席の背もたれを掴んで震えることしかできなかったです。しかもブログで衣装を拝見したら、あんなスケスケシャツで踊っていたなんて、とんでもないものを生で見てしまったという気持ちで、今でも思い出すだけで叫んでしまいそうです。だって、そう、実はね、シャツがね、すスケスケだったんです。エロシャツだったんですね。あれ、まあ上にベストとかロングベスト着てるからいいけど、まず着替えるときにスケスケのシャツ1枚になるときが一番やばいですよ。何もかもが丸見えの状態。実はそんなシャツだったんですね。いや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 、もうちょっと紹介しようかな。ピンタクさんからいただきました。社員やシークレットラバーでは、今年もセクシーな一ノ瀬トキアのマモちゃんに出会えて、とびっきり女子力高めにキャーキャーと悲鳴を上げて大興奮でしたと。ありがとうございます。ひじりかまさと様と一ノ瀬トキア様とのデュエット、オリジナルレゾナンスは今回のプルライの中でも大好きな曲で、生で聴けて本当に嬉しかったです。サビで二人がささやくところで、キメ顔がスクリーンに映った時はさらにキャーキャー悲鳴炸裂させて大興奮してしまいました。そう、あそこ、オリジナルレスなんすってね、ささやくところね。原曲はね、被せてあるから、鈴村さんと一緒にこれどうやって言おうかって言ってって、自分たちの声に被せることはできないからね。なので、ワンテンポ遅らせてドヤ顔で、オリジナルレスなんすっていうね、方法を取ってみました。そういえば、一時音や、
くんのソロ曲で寺島拓磨さんがギターを披露していましたが、あのギターの先生はママちゃんのバンマスでおなじみの木原さんだったんですね。びっくりしましたと。そうなんですよ。実は木原さんがずっと寺島のね、ギターやってて、リハスタジオとかでも何回も会って、ん？何してんの？つって。な、遊びに来たの？つって。そうそう、近所だからさ。ってよく言ってました。そういうやりとりを実は裏で木原さんとずっと遊んでました。遊びに来たらしいです。呼び捨て希望ゆっこからいただきました。まあ、もともと参戦しましたとありがとうございます。お互い歌っぷりのライブは初めてだったので、ドキドキで壊れそうでした。推しは時矢さんなのですが、どのプリンスも魅力的すぎて全力で盛り上がりました。ありがとうございます。そして何よりもプリンスたちと声優さんがあのステージでリンクしていて、本当にプリンスたちがいるようで、とても感動しましたと。ありがとうございます。PS、最後に時矢さんから一言いただけたら嬉しいです。皆さん、本当に今回のライブ、応援してくれて、ありがとうございました。みんなの愛に包まれて、本当に幸せでした。歌振りはこれからもどんどん続きます。変わらぬ応援をよろしくお願いします。一緒に歩いていきましょう。歌振り。こんなんでいいですか？ありがとうございました。やっぱりいろんなことがあった歌プリでしたけど、今回の歌プリみんなで力を合わせて、乗り切りました。絆を感じたライブになりました。応援してくれて本当にありがとうございました。それでは来週も聞いてください。以上、宮野真守でした。バイバイ。